シモーネ・トマシーには、イタリアのシンガーソングライター。サンレモ音楽祭に出演するなど母国イタリアでは、国民的なミュージシャンとしてよく知られる。シモーネ・トマシーには、イタリアは、コモのベルテマーテコンミノプリオで生まれる。ミラノのアッカデミア・ディムジカモ・デルナで音楽を学び、2004年に、サンレモ音楽祭にて代表作 E、スタート・タント・テンポ・ファを演奏。 EMI からリリースした彼のアルバムジョルに及び、シングルイルモンド・チェノン・シーエは、ラジオでヒットし、バスコロッシのブーニオー、コチビーオープニングアクトや、フェスティバルバーなどをはじめとしたツアーを成功させる。2005年、トマシーには、イタリア放送協会ライミュージックのリアリティショーや、シモナ・ベンチュラのイタリア TV シリーズミュージックファームに出演。同年月にセカンドアルバムブン・ビアジリリースし、 10月には、バスコロッシのブーにオーコチビーをはじめとした、イタリア全国区のツアーを成功させ、DVD アルカトラズクラブインミランを2006年にリリース。同年、サードアルバムセッソジョイアロックンロールをリリース。収録曲フォーリカムーンバルコネが、ジェリーコラ監督映画作品ビータスマラルダのサウンドトラックに起用される。2007年、ニエンテダペルデレがヒット。2008年9月、 フットボールチームカルチョ、コモの式典にて、クワンド・セイコ・マスコを熱唱。ステファノ・ボルゴ・ノーボのトリビュートを、スタディオ・ジュゼッペ・シー・ナガーリアにて行う。2009年、ボアリオ・サマー・フェスティバルに、ゲスト出演。コモのメイン会場にて、ソロコンサートを成功。同年、アメリカは、ニューヨークに遠征し、名門ウェブスターホールなどでギグを行う。二千十一年五月十一日、 4作目のアルバム、カデュータ・リベラは、アメリカのギャラリーレコーズ・インクより、全世界リリース。オーディオ・マスター・リングは、ニューヨークにある、名門・スター・リング・サウンド・スタジオで行う。この年、初のワールドツアー・センプレインツアーを、データ・ゼロと、キャニオ・パラスポートから開始。ありがとうございます。